皆さんこんにちは。はい、今日はですね、なんと風巻祭り男役千葉翔也が一人で猫カフェに突入いたします。本日は、猫カフェモカ池袋西口店さんにお邪魔いたします。みんな来てる。うわ、なんて楽しい場所なんだここ。仲いい仲いい。一日よく働いたね君たち。アニメ売れてくれ。これをつけたことでより猫たちが遊んでくれるかなって思うんですけど、うわー、これがほくろくんの気持ちか。この店で新しく働くことになった人だよ。はい、はい、猫の気持ちになって、しかもおやつも手に入れたんで、今度こそ本当にほくろくんだけがね振り向いてくんないんで、この白金ねそっくりな。ちょっとさ、おむすびくん、君本当にね、もう君の取れ高たっぷりあるから。ほくろくん、ほくろくん、ほら、ほくろくん、君だよ。ちょっとちょっと本当に頼むよ。食べてもらえると嬉しいんですけどね。なんかね、カメラ怖いね、黒いのが怖いね。一回カメラ忘れようね。じゃあね、ほくろくん、もうないから、もうカメラないからね。ね、はい、ほら、大丈夫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 ですよ、パイセン大丈夫ですよ、はい、俺も見てないから、はい。おむすびだけだ、俺を見てるのは。おむすび、おいで。ほら、ご飯ご飯。おむすび的にやっぱまがいものだってわかるんですかね。おむすび、おむすび。おお。え、ちょっと、なに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 、俺がつけてた耳。ちょっとどういう状況、どういう状況。寄ってくるって言ったじゃないですか。前回あの写真対決2人やってたんですよ。ああ、ちょっと拝見しました。はい、はい、これがまず一応さ、はいはいはい、富田さんと一ノ瀬さんがやられてるんですけど、信じられないぐらい等しいですね、いいね数が。今回一ノ瀬さんもせっかくなんで。そうでしょう。わかりました、はい、おむすび、今こそお前の力が必要だから、こっちおいで。もう飽きた。一回取っとこうね。一枚じゃないですもんね、チャンスは。あ、もちろん。誰がいいか、最後にしてもらえる。ここら辺でね、みんなを集めようと思うから。ほら、行くぞ。はい、はい、来た来た来た、はい、来た来た来た、はい、集まってきた集まってきた、集まってきたね、集まってきたね、来た来た来た。はい、来た。はい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 。あ、30秒。なんかこの辺だな、多分この辺だな、一番詰まってんね。たくさん撮らせていただいたんですけど、ちょっと僕はこの1枚におむすびと遊ぼうと思ったんですけど、この子がちょうど僕に猫パンチした瞬間を収められたんで、これにします。タイトルは人間猫猫トライアングルですね。三角関係的な感じだなと思いました。この猫じゃらしを奪い合っております。素敵な一枚が撮れたと思います。さあ、猫カフェモカ池袋西口店さんで見つけました。白金、この子です。おむすび、これからもよろしくな。あの、自分が楽しい時は絡んでくれるんですけど、興味なくなるとすぐ寝ちゃうっていうところで、まあだからこのぐらい仲良くなれたらいいなって思いますね、祭りと白金も。ほくろくんはちょっと引っ込み思案のところがあったので、白金の堂々としてる感じってことを考えると、やっぱおむすびくんぐらい僕に興味ない感じが良かった。池袋ではこの子になったんですけれども、次は
どんな白金に会えるのか、第3弾はあるのか、乞うご期待です。